で、85回目のカーズ&コーヒーでございます。からびかしはお寄りください。また大切にご縁に重ねる方いらっしゃいますけれども、こんにちは、こんばんは、ようこそタットチャンネルへ。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は毎月第1日曜日朝8時から行われているカーズ&コーヒー in オートプラネットの模様をお届けします。参加条件は200円でモーニングコーヒーかオレンジジュースをいただくっていうことになってます。国内外年式問わず車好きなら誰でも来てくださいっていうオープンなスタンスでやってるのが非常にありがたいですね。今回は非常に天気も良くて駐車場に収まりきらないほどの車たちが集まっていました。イベントの詳細ホームページは概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ確認してください。車好きの方はぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。今回の動画はその中から素敵なロータス2台を特集で紹介したいと思います。1台目はロータス211、2台目はロータスエミーラとなってます。オーナー様にいろいろなお話をお伺いできましたので、ぜひ最後までご覧ください。はい、では本編スタートです。211はイギリスのスポーツメーカーロータスカーズが2007年から2011年まで製造していたスポーツカーである。エキシージをベースに開発されたスポーツカーで、2007年のジュネーブモーターショーで発表されました。当初はサーキット専用走行のレースバージョンのみのラインナップでしたが、公道走行が可能なロードバージョンも追って追加されました。この車両はその中でも貴重なスコーピオンモデルです。エンジンはエキシージ S と同型のトヨタエンジン 2ZZGE 型 1.8 リッター直列4気筒エンジンにスーパーチャージャーを組み合わせたユニットが搭載されています。ロータスのチューニングが施され、最高出力250馬力に向上しています。この個体はさらにロムチューンを施し290馬力まで上げてあります。取るんだ。開けるとかじゃないんだ。ヤマちゃん、俺が買ったら、もう閉めちゃって。すぐ頼む。ヤマちゃん、シーケンシャルにしたりとかさ。ああ、やってましたね、そういうの。タンザシートにしてたね。うん、そうそう、あ、こう、一人用のスクリーンにして、やってましたね。まあ、でも意外にコンパクトに。めっちゃ面白そうだよな。エミーゼの究極ですよね。これがマダケになったらやめてくる。形が好きだ、このカラーは日本だけだね。そうなんですか。15台スコーピオンカラー。スコーピオン、へえ。このサソリのこんな変なマークありますね。限定のシーン。へえ、15台しかないんだ。15台、これ貴重です。そうそう、そう、15台らしいですよ。で、NA の、NA が10台、もう NA は10台しかないんですよ。で、NA のカップカーも10台、カップカーもありましたね。そうそう、スミクのカップカーとかね。で、カップカー10台で、これが15台で、あと35台ぐらい入ってきた形。35台。2JJ って言ったら何リッターなんですか。何ですか。エンジン何リッターなんですか。これ 1.8。 1.8。 あれですもん、あのセリカのエンジン。あ、そっか、セリカか。そう、1800。セリカのエンジンで290馬力超えなんですか。いやいや、190馬力ぐらい、で、それをコンピューターでロータスが250馬力そこまで上がるんすね。で、ロム買い取るんで290。でも、やばいね、エンジン。100馬力アップして、まあまあ上げてますね。はあ。ただもうガーッと回すけど、あんまりそれをやりすぎるとエンジン壊れるじゃないですか。その前にミッションが壊れる、弱い。そんな風にしてないんで、みんなついでも。これも減らさそう。これも減らさそう。はあ。ね、
愛心のミッションが弱いって言うけど、はいはい、愛心のミッションが弱いじゃなくてセリカなんか壊れるけどこれだと壊れるんですね、はい、あちょっとバランスがちょっと合わんすよね。サーキットでグリグリやるでしょ、うん、でもそのせいでか 1.8 リッターでか、それはすごいな。どれぐらい回るんですか？これ740。で何回転ぐらいまで回るんですか？それはこれだと8000は平気で回るんですか？平気で回る。回る。すごいな。V テクあの B マックだって8000だから楽勝に回るとこれも回るんですけど。そんな回るんだ。走るとねやっぱ危ないね今の状態だからちょっと怖い。じゃあ本当これ1枚8万円ぐらいですね。嘘。大きいですよ木。だってエコランでもさ木買ったじゃんね。そうなんだ。木がね一番いいみたいですよ。いいんですか。え何がいいんだろう。いやいやだからその当たっても木だと柔らかいもんあの擦れるっていうか。ああありがとう。そういう全体だと何台ぐらい作られてるんですかね。でも小世界って言ってもそんな走り回ってるもんじゃないですもんね。いやそうですよ。逆に日本多いぐらいだったんですか。あのドアの横のボタンなんですか。ああドアのドアっていうかあのね、はい、これがスターターボタンで。あそんなロゴにあるんだ。スターターボタンで、であとあのローンチコントロール。あローンチついてんだ。ローンチコントロール今時っすね。そう捕まんけどね。そうなんだ。ロータスエミーラ。エミーラとは古代言語で司令官、リーダーを意味する語で、10年後に迎えるブランドの完全なる電動化による新時代を前に、ロータス史上最高で最後の内燃機関を備えた新型スポーツカーということで命名されました。お、なんだこれ。基本的にはアルミバスタブ の昔からの工法上はそうですよね。これ用に作ったったら、ね、そうっすね、そうっすね、本当注文したんだよな、写真。あ、普通にスリーペダルなんですね。僕、あのパドルなのかなと思ってました。スリーペダルだもん、肩。あ、そういうことっすか。そういうことっすね。これもオートマもあるけど、ファーストエディションはマニュアルも選べてですよね。あ、そうなんすか。へー、うわ、めちゃめちゃ快適そうだな。でも内装めちゃくちゃ綺麗だな。エアコンあるし。エンジン何積んで見えるんですかこれは。これほどもんで、何トヨタの V6 3.5、はい、あれにスーパーチャージャーする。いや、お化けですね。405馬力。それは完全にお化けだ。え、そんなに重くないですよね。でも 1.2、3トンぐらいですか。 1.2、 やっぱそれぐらいですか、うん、いやめちゃめちゃ速そうだな、ね、エボーラよりもちょっと軽い。エボーラより軽いんですね。すごい、いいなぁ。もうかっこよい。これはかっこよい。うるさいですか、運転してて。うるさくはないけど、あんまり響いてこないです。バブリングすごいね。バブリングするんだ。うん、すごいするね。あえてなんですかね、今の。これバックモニターついとるもんで全然楽。あ、バックモニターまであるんだ、うん、全然楽だよ。はあ、トヨタの車とそう変わらん。そうなんだ。ヤーレスの音だけど、ええ、ヤーレスと変わらんもん。そうなんだ。普通にバックモニターでラインが出る。そうなんですか。へえ、むちゃ今時。え、もしかしてバックミラーも電子化とかするんですか。普通のバックミラーですかこれは。バックミラーじゃ普通。あ、普通だ。視認します、こんだけ後ろ迫って。あのね、ちょっと見づらい。あ、やっぱそうですか。反射の関係でね。あ、
おお、あ、でも軽い音しますね。変わったでしょ。あ、本当だ。めっちゃいっぱいするな、これ。バックモニターがね、こんな感じで。あ、本当だ。普通の車っすね。普通の乗用車。本当ですね。すごい。え、3.5 の V6 トヨタっていうと何をつったの？アルファード。アルファード。そうか。アルファード。なんでロータスアルファードのエンジンを積もうと思ったんですかね。わかんねえ。面白いですね。だってあのエボラもこだもんね。はあ。アルファード。アルファード。いや、それすごく面白い。はあ、にスッチャーですか、スーパーチャージャー。前はね、モーガンの6のだけど、うん、あれターボじゃん、ツインターボじゃんね、うん、どうもターボが好きじゃなくて、途中からウェーンってくるじゃん。じゃあ結構スムーズなんですか、これは。もう、そうなんですね。普通にスムーズになるよ。これって空いてるんですよね、多分隙間。こっからね、高熱してるんですか、ちゃんと。違う、こっちから入れるんだって。入れるんですか、うん、こっから入れて、こっから出すんだって。俺もこっから出すんだって思ってたら、こっから入れる、ま、巻き込んで、こっから入れるんだって。あー、後ろに多分石飛んでいけんかなと思ったけどね。タイヤが丸見えだもんね。冷えます、エンジン。こっからで冷える。あ、冷えるんだ。うわ、なんか想像の斜め上行く感じだったな。で、ここら辺は逆にダミーっちゃった。あ、もしかしてラジエーター前なんですか。ラジエーター前で、こっから、そっから入るんだ。こっから入れて、クオリティだね。あ、かっこよ。まあでも今時だれ、ライトも明るそうだよな。乗っとると普通のトヨタの車。誰もそんなこと言わないし、思わないですよ。じゃあ、あんまりトラブルもなく。ないないんすか、やっぱり。2ヶ月ぐらいは乗れんかったけどね。いろんなところトラブルして、やっぱあるんですか。全て直してもらったけど。ああ、何が出るんですか、最初トラブル。一番最初いかんかったのが、何だったかな。モニターがもうまず作動しなくて。そうなんですか。で、あのラインで繋いでも、反応してくれなくて。なんか書いてあることと違うよこれっつって。でもエンジンがどうのこうのとか、足とかはない。あ、うん、そうなんですね。それはなかったです。やっぱ今時のやつは壊れないんですかね。まあでもロータスは結構イギリスでも信頼性は高いですもん ね本当に。やっぱ作りがいいんだろうな。いやー、シートヒーターもついてるし。お、そうなんだ。エアコンが効かんかったよね。あ、片桐さんと山走り行って、暑い日だったので、エアコン入れて来てすぐに行って、ね、エアコンが効かんかったね。で、エアコン直してます。あ、そうですか。え、山これででかくないですか。怖くないですか。でかいでかいっすよ、ね、何個車来ると思う、すごい怖い。でかいっすよね。え、横幅はどうだ。1850 85。いや、でかいっすね。でかい。あ、やっぱでかいな。お、トラだ。長さはそこまでないか。ちょっと近いのかな。幅は
でもまだ国内そんな出すないないですよね。まだあんまり見かけたことないもんな。そういう祭事とかそういうのでは見るんですけど、普通に走って見とる見たことないですもん。バッチもでかいもんね。確かに。うわ、いいな。ブレーキめっちゃ効きそうだなこれ。はあ。え、ミッションもそんならトヨタですか？ミッション。そうなんだ。普通に愛心とかだと思います。すごい。なぜこれをに行ったんですか？あのね、はい、いろいろあってこの車が、うん、オーナーさん AC マイルで一番最初に頼んだ車。あ、そうなんですか。でその人が2年待ってドタキャンしたんや、うん、そうなんだ。いらねえって言ってなぜかしら。それで、AC で車をたくさん買ってるもんね、乗り換えてる、セブンでも7台8台ぐらい乗り換えてるもん、ね、まあこれは山本さん買う3年前の値段でいいって。おお、そういうことか。260万ですよ。はあ、1350か。うーん、今1500。しますしますします。そうなんだ。なのでその値段でいいって思う。書類うまく書き直してやるからどうとか。これじゃあ買おうかね。はあ、え、セブン8台っていうのもすごいけど、それもすごいな。セブン8台って何を乗ってみるの？ボブドールが乗って、はい、から、はい、K レーシングから、37出て、はい、37ちょっと、行っちゃったやつですね。行っちゃったやつ。あれ乗って、ほいでまたボブドールの、ビディアル乗って。あ、ビディアル、はい。ビディアルは、2台乗っとるかな。ああ、であのあとはあの偽物のセブン、あーバーキンとか、あれ乗っとるし、でそこで620とかそっちに行こうっていうのはなかったんですか？なかった。あ、そうなんですね。じゃたまたま入ってくるで片桐さんと一緒入ってきてあこれいいぞって言うとそういうことか。これいいなぁ、欲しいなぁって。はぁ、面白いっすね。見ちゃうとね。ああ、これじゃ変え、こいつ変えようって言って。結果、車検あんまり受けたことがない。470GT は、もう、16年かな。ああ、よっぽどですね、それは。あれは、手放せないですね。え、何が今までで一番面白かったですか？ちなみに。ビデオが一番面白いよ。そうなの？うん、意外とね。そうなんだ。ビデオが一番気分よく乗れるっていうのは。結構皆さんそう言ってる人多いんだよな。なんでだろう。なぜかしらビデオだけは2台乗っとるでね、乗り換えてるから。1日借りて乗ったことがあるんですけど、普通に走っとるだけだったら下クスクスであんまり面白くないじゃないですか。もうそういうとこ持ってかん限りは。やっぱ持ってくと面白いってことなんですね。そうなんだ。はあ、よかった。すごいな。貴重な話を聞かせていただきありがとうございました。タッドチャンネルは車バカな私が西へ東へと走り回っています。カーイベント、ツーリングスポット、キャンプ場情報など配信しています。車好き、キャンプ好き、週末どこ行こうと悩んでみる方、ぜひチャンネル登録をして参考にしてください。この動画が面白かったよと思われた方、ぜひ高評価ボタン、コメントもよろしくお願いいたします。チャンネル登録がまだお済みでない方、ぜひぜひチャンネル登録お願いいたします。ではまたどこかの道でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。